こんにちは、マルタスタディ池松です。本日はマルタに持ってきた方がいいアイテムについてご説明いたします。先日ですね、母親が、荷物を送ってくれて、それが、やっとマルタに届きました。なんで今日はその開封から始めたいと思っております。で、この荷物ですね、お母さんが、8月くらいかなに、急にいい干し芋が、入手できたから、マルタに送るねっていうことで、お母さんが急に、荷物を送ってくれたんですけれども、それから月日が経って、今10月、約2ヶ月半くらいかかりました。で、このボックス見てみればわかると思うんですけど、8月11日に発送していることになってます。日本からマルタに荷物を送る場合は EMS が使えません。なので、普通の空路でも結構時間がかかっていて、で、去年私が母親から荷物を送ってもらった場合は3ヶ月かかったんですけども、今回もだいたい同じくらい、2ヶ月半くらいかかりました。なんで、マルタにこれから留学される方、それからマルタに今滞在されている方で、冬服だったりとか、季節の変わり目だから、新しいもの、それから食べ物とかを送ってもらおうとしていても、あんまり残りの滞在期間が少ないと自分が帰るまでに荷物が届かないっていうことが起きてしまうかもしれないので、そこら辺、ちょっとリスクがあるよっていうことだけ覚えていただければと思います。ただこの荷物がどのくらいで届くかっていうのは人によってそれぞれなので、必ずしも3ヶ月かかるとは言いません。で、荷物開けます。で、開封、開けられるかな。で、私の母親は大体何か1個送ってくれるってなると必ず何個かいろんなものを一緒に送ってくれるんですけども、この箱に書いてある長崎ちゃんぽんは送ってくれませんでした。大体、ここに何が書いてあるかっていうのを見ながら見ればわかるんですけど、今回送ってくれたのは、前回も送ってくれたんですけど、この立体ガードマスク、これって日本で今有名なのかな。前回はユニクロのマスクを送ってくれたんですけど、今回はこの中にシリコンが入ってるマスクを送ってくれました。私用と、それからクリス用ですね、送ってくれました。ありがとうございます。で、これがポストカード、なんかたまたま多分どっか行った美術館のポストカードを送ってくれたんだと思うんだけど、マルタ人、外国人で受けのいい日本の絵の葛飾北斎のポストカードですね。こういうの地味に結構外国人の人に持ってたりすると受けたりするので、なんかマルタに持ってくるといいかもしれないです。なんだっけ、化粧水の美容マスクとかも、なんか歌舞伎のやつとかあるじゃないですか。ああいうのも結構受けたりするんで、そういうのなんか日本だと意外と安く買えるから持ってくると、なんか話題のきっかけになるかもしれないです。で、これがお母さんが今回荷物を送ってくれた理由ですね。よし、これが紅はるかの干し芋です。私がすごく日本の芋が好き、芋ってなんて言うんだっけ、焼き芋じゃなくてさつまいもか、さつまいもが好きで、で、この干し芋がすごく美味しいの、私がその日本にいた時に美味しい干し芋をお母さんと一緒に探し求めていろんなところ行ってたりとかしてたんで、今でもお母さんが美味しい干し芋を見つけると私に送ってくれます。なんで3つ送ってくれました。この干し芋って意外と賞味期限が早いので、本当は賞味期限は切れているんですけども、所詮賞味期限だから、気にならない。美味しい。マルタには
日本のさつまいわゆるさつまいもっていうのは売ってなくて、また別の種類のスイートポテトが売ってるんで、まあ、それはそれで美味しいんですけど、やっぱりこの日本のこのよりクリーミーなさつまいもはすごく冬とかになると特に恋しくなるんで、なんか欲しい、さつまいも好きな人は持ってくるといいかもしれないです。でも荷物で送ってもらう場合は特に食べ物とかそうなんですけども、賞味期限が送ってる間に切れちゃうことがあるかもしれないので、まあ、そこはちゃんと覚悟をしといた方がいいです。で今回、干し芋と一緒にこれだけは送ってほしいって言ってお母さんに頼んだものなんですけども、これがマルタで特に料理をする人かなで持ってきた方がいいものはこれです。ウェイパーまあウェイパーだったりソーミシャンタンだったり、まあ、そういった中華系のペーストですねは、まあ、何の料理するにも結構万能に使えるので、私は一番必要だなと思ってます。あと本出汁ね、本出汁はいっぱいまだあるので今回お願いしなかったんですけど、本出汁とあとこのウェイパーはマルタのアジアンスーパーマーケットでは買えないし、ないと作れない料理が増えちゃうので、なんでこれはなくなってくるとお母様に亡くなってくるとお母さんに今お願いして送ってもらったり、まあ、自分が日本に帰ってくるときに持ってきたりとかしてます。で今回このウェイパーももともとオリジナルのウェイパーと一緒、ウェイパーではなくて、新しい海鮮スープの味のウェイパーが出たので、今回それも親に送ってもらいました。でこれが新しく出てから私まだ日本に帰れてなくって、でこれをずっと試してみたいと思ってたんで、これすっごいすっごい楽しみです。で今回私がお母さんに送ってもらったものはこちらになるんですけれども、他に、マルタ留学されてる際に、持ってきた方がいいもので、私が大体いつもあげるのは、電子レンジでお米が炊けるタッパーがあると便利だと思います。100均にも多分売ってると思うし、私が買ったのは3コインって多分お店だと思うんですけどで買ったし、あと私はそれとは別でちょっといい象印のなんか保温魔法瓶みたいなのもついてるやつも持ってるんですけど、ちょっと小腹が空いてとか、なんかお弁当用にお米炊きたいけど鍋に米入れてで自分で炊くのはめんどくさいっていう人がいる場合は電子レンジに入れとけば20分くらいで炊けるので、それはすごく私は便利だと思います、特に留学生には。であとは特に女性の方なんですけれども、マルタは洗濯物を干す場所ですねが、なんて言えばいいんだろうな、日本語でこういった英語でホースって言うんですけど、こういったなんか部屋に置いておくホース、なんて言えばいいんだろう、室内部屋干しなんとかっていうのがあるんですけど、まあ、そこに、自分の洗濯物を干す感じになって干して、でリビングかバルコニーとかがある学校のアパートメントの場合は、まあ、バルコニーに干す形になります。まあ、女性の方とかは特にそうだと思うんですけども、まあ、みんなが洗濯物を置く場所に自分の下着とかを一緒に干すっていうのに抵抗があるっていう方は、まあ、下着とか靴下とかそういったものが自分の部屋とかでも干せるちっちゃいピンチハンガーを持ってくると便利だと思います。あとはまあ大体、まあ、ピンチハンガーとかもそうだけど、あとは大体マルタで手に入るので、全然文化の違う国に留学に行くからということで、そういろんなものを用意しておかなくってもマルタで全部調達できます。
ただこのウェイパーだけは絶対私は持ってくることをおすすめします。さて、今回の動画参考になったでしょうか。この動画参考になったという方はぜひ動画にいいねと、コメント、それからチャンネル登録していただければ幸いです。私はこれから早速これを試すためになんかスープかなんか作ってみたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。バイバーイ。